どうも、ささんです。先日ソニーさんから発売された α7S3、 私ささんも購入して、こうして動画の撮影に毎日使ってるんですけど、この α7S3 につけてるレンズが 24mmF1.4 の GM レンズなんですよね。このね、 24mm っていう画角もすごい気に入ってるし、あと F1.4 なんで明るくて、そして背景もねいい感じに、ボケてくれてると思うんですよ。そのね GM レンズから今回、ね、ソニーさんから新しいモデルが発売されるということで、こちら 35mmF1.4 の GM レンズ、今回発売に先駆けてソニーさんからお借りすることができましたので、この動画で、紹介していきたいなと思います。はい、じゃあまず G マスターっていうのはそもそも何なのかっていう話をしていきたいんですけど、ソニーが販売するレンズにはいくつか種類があって、その中でも G マスターが最上位のモデルになってます。その分もちろんある程度お値段は高いんですけど、性能もめちゃくちゃ高くて、解像力、ボケ味、オートフォーカス性能はもう文句なしっていう感じですね。そして静止画撮影だけじゃなくて、こうしてね動画撮影にも使えるように、めちゃくちゃねこだわりを持って作られた製品だそうです。ソニーはセンサー、画像処理エンジン、ソフトウェアを、全部ね自社開発してるので、それに合わせて数年先を見越したレンズ開発っていうのができるそうなんですよね。なので例えば新型カメラが出る前にもうすでに発売してたレンズとかでも、カメラ側のね高速オートフォーカスに対応したりとか、まあ、高画素に対応したりとか、そういうねメリットもあるみたいです。はい、じゃあ 35mmF1.4GM レンズ詳しく見てみたいんですけど、このレンズね、なんといってもコンパクトで軽いっていうのがねいいんですよね。今使ってる 24mmF1.4GM レンズも、軽くてねコンパクトですごい気に入ってたんですよ。でこの2本ね隣同士で、ね、並べてみるとほぼほぼねサイズ感一緒なんですよね。なのでこういうねフルサイズ機につけて持ち運ぶとかっていうのでも、全然ねストレスになんないと思います。まあ、特にね大きさ気になるっていう方だったら、最近発売されたばっかりのこちらですね、ソニーの α7C、ちょっとねこのカメラにつけてみましょうか。はい、こんな感じなんですけど、どうでしょうか。これね本当にね軽いんですよね。まあカメラ本体が軽いっていうのもあるんですけど、レンズもねコンパクトで、軽いっていう感じで、まあこのね 35mm っていう画角は、例えばねこうやって持って自撮りするとか、まあそういう画角ではないと思うんですけど、作品作りとかにはね、非常にいい使いやすい画角かなと思います。それとですね、私さんはこうやって、カメラを、まあ、デスクの上に設置してですね、YouTube のためにこうやって自撮りしてるんですけど、まあこういうレンズとしてもね、全然ありかなと思います。まあ、ちょっとねこのメインのカメラにね、つけてみたいと思います。はい、ということで 35mmF1.4GM レンズに交換してみたんですけど、いかがでしょうか。先ほどより、ね、画角が狭くなったのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。カメラ本体もね、さっきと同じ位置だと自分がねすごく大きく映っちゃうので、ちょっとね後ろに下げてます。これでねどんな感じですかね。この背景のボケ味もねすごいいい感じですよね。そして本来であればこのボケ味と、解像度っていうのは、まあ、両立するのが難しいって言われてるそうなんですけど、綺麗にね背景ボケてるのに、ピントが合ってる部分っていうのはすごいね、解像度高いと思うんですよ。まあ、顔の、肌の感じとか、あとはね髪の毛のね一本一本の感じとかがね、まあ、すごいわかるんじゃないかと思います。一応 4K で撮影してるので、4K モニターをお持ちの方はね、まあ、特に、分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけど、それとですね、この 35mmF1.4GM レンズは、結構ね、寄れるんですよね。まあ、例えば、この α7C、どこまでね、寄っていけるかやってみましょうか。まだね、全然いけますよね。まだいけんな。おお、結構いけるぞ。合ってるね。ピント合ってる。こんな感じかな？この辺かな？最大撮影倍率が 0.23 倍なんで、結構ね、物を大きく映すことがね、できるんですよね。これもね、魅力の一つかなと思います。それと、オートフォーカスについてなんですけど、ソニー機はね、前々からオートフォーカスすごいいいっていう風に言われてて、特にね、この 35mmF1.4GM レンズと α7S3 の組み合わせもね、いいんですよね。まあ、ちょっとね、試してみたいと思います。
はい、こんな感じでカメラ本体のモニターに表示される映像を今キャプチャしてみてるんですけど、こんな感じでね、目にフォーカスが来てるっていうのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。これがリアルタイム瞳 AF っていう機能で、ソニーの α7S3 とか、あとは α7C とかであれば動画の撮影中にもね、このリアルタイム瞳 AF っていうのが使えるんですよね。これが本当に優秀で、前に出たりとか、後ろに下がったりしてももう全然ピント外れないんですよね。めちゃくちゃオートフォーカス精度高いし、速度も速いです。で、今こういう風にね、目にフォーカスが来てるんですけど、私さっさん普段の動画であれば、まあ何かで、ね、製品をレビューすることが多いので、こうやってね、カメラの前に出した時に、こっちにね、ピントが来るようにしたいわけですよ。そういう時もですね、こうやって目の前に出してやれば、こっちにすぐピントが合うんですよね。そして目の前からどけると、すぐね、顔にピントが戻ってくると。これすごいいいですよね。本当ね、普段の撮影で助けられてるんですよ。まあ、今回はこんな感じで室内で三脚に据えた状態でリアルタイム瞳 AF 試してみたんですけど、もちろんカメラ動いてても AF すごい効くので、まあ、作品撮りでジンバル使ってる時とか、もしくはですね、このソニー純正レンズっていうのは α7S3 と組み合わせるとアクティブ手ブレ補正っていうのが使えて、本当にね、手ブレ補正効くんですよ。まあ、なので手持ちでもね、全然使えるレベルでした。本当にね、素晴らしい手ブレ補正なので、 α7S3 今お持ちの方はですね、ぜひこれ試してみてほしいですね。はい、続いてレンズの機能を見ていきたいんですけど、まず一番奥がマニュアルフォーカスのリングになってます。そしてこのレンズは単焦点レンズなんですけど、後ろにね、もう一つリングがありますよね。これ何かというと、これをね、回してやることで F 値を変更することができます。例えば今2のところにね、この後ろの線があるので、このまま撮影すると F2 っていうことですね。ちなみにこういう風にレンズ側で F 値を指定するとカメラ側で F 値を変更するっていうことはできないです。じゃあカメラ側で変更したいときどうするのかっていうと、このリングをね、一番端っこの A っていうところまで回します。すると他のレンズみたいに、カメラ側で F 値を変えることができます。それとですね、今こうやって回すとちょっとね、音がしてますよね。こうカチカチっていう音がしてるんですけど、これをですね、滑らかに回す方法もあって、このね、右側にクリックっていうスイッチがありますよね。これ今オンになってるんですけど、オフにしてやることで、このね、F 値を調整するリングが、まあ、滑らかにね、回転して、音は一切しないんですよね。これで動画撮影中に、このね、回す音が入らなかったりとか、まあ、F 値のね、切り替わりが滑らかになるっていう感じですね。はい、そして反対側にもボタンとスイッチがついてて、まずこのボタンはフォーカスホールドっていうもので、こうやってね、ボタンを押している間だけフォーカスをね、ロックすることができます。これはですね、カメラ側から割り当てを変更することも可能になってますね。はい、そしてその下なんですけど、まあ、これはね、単純にオートフォーカスとマニュアルフォーカスの、切り替えのスイッチになってます。今回この 35mmF1.4GM レンズをソニーさんからお借りして、実際使った期間っていうのは結構短めだったんですけど、すごくね、使ってて楽しいレンズでした。今までね、単焦点レンズってどうしても難しそうだよなっていうイメージがあったんですよ。ズームレンズの方が使い勝手いいでしょって思ってたんですけど、実際使ってみるとこの 35mm の画角が、すごいね、ちょうど良くて、まあ、さっきも言った通りね、こうやって持って自撮りするような画角ではないんですけど、普通に持って写真撮るにもいいし、動画撮るにもいいし、それと F1.4 なんで、まあ、いい感じにね、こう背景ボケてくれたりとか、あとはすごい明るいレンズなので、ちょっと言い方悪いかもしれませんけど、適当に撮ってもね、めちゃくちゃ綺麗な写真とか動画が撮れちゃうんですよね。このね、α7S3 と組み合わせると動画のアクティブ手ブレ補正も使えるので、そんなに知識なくてもすごい映像が撮れちゃうみたいな感じのレンズだと思うんですよね。もちろん α7S3 だけじゃなくて、ボディサイズがコンパクトな α7C と組み合わせても相性はいいと思いますし、今回の動画ではこのね、フルサイズ機で解説したんですけども、同じ E マウントなので APS-C 機の α6600 とか α6400 につけて使うっていうこともね、もちろんできます。ちょっとつけてみますね。
はい、α6600 に 35mmF1.4GM レンズつけるとこんな感じですね。フルサイズ用のレンズではあるんですけど、サイズがコンパクトなのでこういうね APS-C 機でも全然ね相性はいいと思います。ただ APS-C 機につけると焦点距離が 1.5 倍になるので、まあ、そこだけね注意していただけたらなと思います。今回紹介した 35mmF1.4GM レンズ以外にも、例えば今使っている 24mmF1.4GM レンズとか、GM だけでもね、本当に種類多いですし、あとはですね、同じ 35mmF1.4 のディスタゴンっていうレンズとか、本当にですね、ソニー純正レンズの種類多いですので、動画の概要欄にリンク貼り付けておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。